さなんの一曲、日本馬です。京卓が2位、ドラスーソー。点数がないから、リーチ行く人も多いんですけどね、はい、あの4番短期で。もう、乗りかかった船だと。冷静ですよね。野谷シャーチャでシャーと打ちですが、これが、あ、何もドイツになった。堀ともちもちですね、シャーは。できれば一色にしたいですよね、どっちかの。はい、赤赤、春統一。元気よくポンって言うかな、言うでしょう。日向は3連勝かかってますからね。ああ、そうですか。今個人連勝中です。日向は過去に3連勝したことがないというふうに言ってましたね。カンパーマンの3色だ。ドラスーソー、おー、ウーピン、ウーピンから来ましたよ。旬ではなくウーピンから来た。元気ありましたね。ありましたね。ここは行かせてもらうわ私がと。赤赤の日向です。ペーも重なって一気通貫のリアンシャンテンです。ドラ表示内の3走切っていく。おー、さあこれでリシャンテン、リアンソー打って単葉の渡り見ますか。いや、目いっぱいだ。もうこれはリアンソーの方が少しでも安全ということなのか。チューンは出てきやすいですね。なるほど。ウーピンをポンしてます。なるべく安全な方残したい。ドイツ系の手は見ませんでした。ウッパーソーか6球ピン、ここはウッパーソー選択。へーへーですね。へー、あ、やっぱ赤ウソあるからか。おーで、ウソを引いた後のスーソーとかもあるし、はい、これはどうやらチートイツチュンです。だ、ちょっと出てこないかな。一番出づらいところに来たかもしれないですね。あー、これチートイツあったか。急走は全員に現物切っていく。ドラ、ドラだ。あ、ポンが来た。なんとシャーのダブルバック。かなり強打大きいと見てますね両者、はい、うわお。相当なワオだね。はい、こんな、あ、土田さん、何、次の手見てください。堀の手痛すぎる。数走、あ、本当だ。チートイドラドラテンパイでしたよ。行っちゃいました。スーソーがポンで魚谷の積極的な仕掛け。やりますね、やりますね。見せます各社。ここで堀のチートイドラドラもう一度テンパイるところでした。おお、チーソー先切って、なるほど、うんうんうん、2人ともウーパーソーで意見が一致。はい、そうか、シャアはないのか。シャアはないんですよ。で、なんとチューンを高宮が1枚ずつ持ってるんですね。あれ、微妙な持ち方ですね、高宮。手が進んだらいっぱい切りそうですよね。どっちに泣いてもらうのかな。ただこれ、2人とも単4杯を、あー、これどっちか切りますよ。おそらくチューンかな。チューンか。これ単4杯のポンですけど、ちょっと、あ、でもチーピンがポンされてますね。チーピン。ジャブピン、ローピン。チューンだ。チューンですね。さあ日向のテンパイ、まず先制テンパイ、ウッパーソー、これ途中で重なったドラのトイツがでかすぎる。ウッパーソー、土田さん、何、誰も持ってません。誰も持ってません。本当だ、山八、嘘でしょ。本当です、この順目で。はい、これだから6球ピン切ったのがナイスでしたね。本当だ、とんでもないですよこのウッパーソー。魚谷も追いついたら面白い。山八です。赤赤ドラドラ。山パチ、山パチです。マンガンね、マンガンですよ。あ、テンパった。うわ、これ数層短期、いやー、リーチいけないからねこの曲は。ペー短期にしようとしてます、それともペーが打ちづらい。ションパイ打った、
汚い。ああそうですね、打ちづらかったんですね。あ、掴んじゃった。打つかもしれない。打ったか。いや打たないんじゃない。じゃあやめですか。うん、やめそうな気がする。そうですよ、そうですよ。ピンズ外してって。ああ、やめだ。うん、やめですよ。やっぱりね、2万点持ってますからね。ああ、やめた、ええ、お見事な押し引きですね、ええ、よくやめました。わお、 7対7。さあまずは日向空振り。さあ次は魚谷チャンス。これ7対7はもう1回の空振りが痛すぎる。7対7って聞いたことないね。7対7、9回裏6対6、6対6、6対6、9回裏2アウト満塁。今度は魚谷の攻撃だ。さあ振りかぶって、うっぱそう、積もらない。今度は日向、日向だ。今度は日向、裏の攻撃日向、違う。さあこれは大チャンス、お互い大チャンス。表の攻撃の魚谷、裏の攻撃は日向、山には3枚ずつ残ってる。うっぱそう、打点はシンプルに日向ですね。まずただ上がったら大きいぞ。そして高見はよく受けた。さあいけるか魚谷。まずはうっぱそう6枚。強かったのは赤い。700、1300は900、1500。南赤の2本番、700、1300、900、1500のつも上がり、京卓が2本。八千代さん、はい、今の一曲いかがでしたか。大谷ね、よくチーピンポンしました。いや本当ですね、堀のチートリドラドラを、ね、ナイスターのダブルバックでよく上がりきりましたね。